ミューアイスといえば新商品が登場するたびに SNS で話題となって数多くのバズコスメを生み出しているブランドなんですけれどもアンバサダー就任にされた川北さんが思うミューアイスの,この魅力ちょっと教えていただけますかそうですねやっぱりでもそのプチブラなのにハイクオリティっていうのがすごく魅力だなと思っていてあの就任してからもいろいろ SNS とかで見させていただくんですけどめちゃくちゃ人気で。 それもすごくく嬉しくて私も今日いろんなアイテムを使ってるんですけどやっぱりねなんかメイクをするときにすごいテンションも上がりますしなんかそのアイテムでなんか自分が可愛くなれたっていう気持ちがすごい大事だなと思っていて今日まさにすごいルンルンで、はい、準備ささせていたただきましたさあそしてここで本日解禁になりました河北さんが出演するミュアイスのブランドイメージムービーをご覧いただきます。 欲張りは可愛い。n e いやー素晴らしいですね。でかっ。<laughs> すっごいでかい。<laughs> すごい素敵。<laughs> すみません。今早速ブランドムービーご覧いただきましたけれども、この大人可愛いイメージ。はい この川北さんの無邪気な可愛さもう本当にばっちり合うような感じでしたけどご自身でご覧になっていかがですかい,いやめちゃくちゃ嬉しいです、でかくてびっくりしましたけど、すごく嬉しいです、なんかあの撮影の時も本当に楽しみながら、もうメイクもすごいバッチリ可愛くしてもらったのですごい楽しく、本当にそのまんまで、はい、やらせていただきました。 実は23始め人気韓国アイドルも手がけている最強タッグで行ったということです衣装を韓国の人気スタイリストソ・スギョンさんメイクをイェウンさんが担当したということなんですよね、はい、そうなんですなんかあの本当に韓国のチームでやらせていただいたんですけど何だろう今どきな本当もりもり可愛い感じでやらせていただきました。 どうですかあのふ、ー、普段のメイクに何か参考になるようなその、まあ、韓国のメイクっていうのは、はい、ま今ねトレンドでもありますけれども、はい、普段あんまりされないかもしれないので。はい どううでしょうそのなんかいい影響とかあったんでしょうかそうですねでもやっぱりなんかナチュラルに見えるけどちゃんと盛るっていうのがすごくポイントかなと思って今日も、えー、とアイシャドウキラキラなアイシャドウ使ってるんですけどでで、はいえー、ですすすはいそそうう2色使ってるんですけどやっぱりこのキラキラ感がまぶたの上もそうですけどこの涙袋のところにしっかり入れるのがやっぱりなんかキラキラってなんか ね、女性らしい可愛らしい印象になるのかなと思いましてあと唇このチューリッププランパーまさにこの赤い方のこっち側の色を今日使ってるんですけど私もともとこれがすごい好きであのいいほどいいピリピリ感があって唇がめちゃくちゃ盛れるんですよちょっと唐辛子成分の効果ですねまさにそれがすごいよくてあとこの。 ルっと感がすごくて本当にメイクさんがのせた時ももうなんか唇からこぼれそうだねっていうぐらいのこのうるうるさがすごくポイントで今日もまさにこれを使ってます。 えまた動画の最後に登場しましたミワイスの欲張りは可愛いというコンセプトにはえ可愛いも大人っぽいもどちらも叶えたいよとかプチプラだけどハイクオリティなコスメが欲しいですとか女の子の可愛いわがままに寄り添いたいというメッセージが込められているそうですさあどうぞ後ろをご覧ください、はい、おいっぱい出てきましたね、はい、いろいろなワードがあるのでこちらぜひちょっといろいろ書いてあるんですが川北さんご自身が思わず、はい 共感してしまうような欲張り何かありますか。いやでも一番はやっぱりプチバプチプラだけどハイクオリティっていうのがめちゃくちゃ嬉しいですよね。どんどんなものでも嬉しいですよね。でメイク毎日するものですし、あとやっぱりその季節によってそのファッションによっていろいろメイクは変えたいのでプチプラだけどハイクオリティはすごく嬉しいなって思います。あと可愛い,いもお友達っぽいも。 っていう欲張りですけどどっちも欲しいなっていうのは思いますねずっと、ね、年齢関係なく可愛くもいたいですけど何だろう可愛い子ぶってるのは嫌だなっていうのはあるのでどっちも欲しいなっていうのはすごく思いますね。 はいです、ね。お母さんにもなられて、お母さんになっても可愛いと大人っぽい両方欲しいですもんね。うん、全部欲しいです。<laughs> 欲張りです。はい、欲張りです。<laughs> 間違いない。三 <laughs> 十代の女性のひ月の美容にかける金額は。え、五千円未満だという方が一番多いそうです。なるほど。はい、まあ、私も三十代なので、うん、確かに、まあ、五千円ぐらいかけるとしても、まあいい、い一回って一個二個ぐらいかな。 そうですね5000円って聞くとどうしても変、うん、えて2個でも今だと結構ね高いものだと全然1個で終わっちゃう印象はありますけどね。ねそうですよねと、はい、いうことでえプチプラコスメのミワイスですと。 じゃあ5 0円で一体どのくらい買えるのか、はい、ということを検証しますなるほどた多分なんとなく気になっていたお隣のボックスですねあこれがそうなんだ <laughs> そういうことかはいここなるほどボックスですので、はい、ちょっと開けていただけますでしょうか,いいかはいお願いしますじゃじゃん全部買えちゃうんだええー。何点ありますか 一二三四五点あります。はい、そうなんです。えー、だって本当に五千円って聞くとどうしても一点とかって思ってたのが五点。しかもこれベースもありますし、アイメイクポイントメイクも入ってるし、あ、このハイライターも大好きです。はい。今日も使ってるんですけど。<laughs> いやでも最初にいろいろ言っていただいてありがとうございます。実はあの、はい、用意してあります。あ、後ろご覧くださいあ。ありがとうございます。後ろに。<laughs> だってほとんど全部1000円以下ですよ、そうなす,すごくないですかちょっと今お好きだと言っていただいたうるみハイライラターです、ねはい、そうですすねはいそ今日も使って,て、はい、あて撮影の時も使ってたんですけどやっぱりツヤ感は欲しいですよね、ツヤがあるとそれだけですごいなんか幸せそうに見えるというかそれがすごい大事だなと思っててすごい好きです。あとイイこの アイシャドウも今日使ってますす。そう使ってますうベ,ーベースも入ってますしキ、はい、ップもありますし、はい、アイメイクの道具もありますしそうですこのライナーは今日ちょっとだけ涙袋の下にちょっと影を入れるために色はちょっとあれなんですけど使ってます <laughs> 今日はシリライナーも使って全部使ってます。これまさにもはや フルメイクですいや本当でですすすね、本当ですよフルメイクが5000円でできるってしかもおりりががってきますありがたい, <laughs> <laughs> すごい細かく見ていただいて4653円ということでい、はい、めちゃくちゃ嬉しい、はい、プチプラかつハイクオリティだからこそいろんなコスメ試したいよとか可愛い,いコスメたくさん欲しい全種類集めたいとかっていう女の子の欲張りなわがままを叶えてくれるというのがミワイスの魅力の一つですね。すすごごい、本当にすごいいに嬉しい <laughs> 最近取り入れている時短メイクもしあれば教えていただけますか結構メイクするのが好きで本当になんか逆に。 あのメイクする時間って唯一自分の時間というか自分だけに使える時間っていうことで結構本当に普段プライベートでメイクする時全然1時間とか1時間半とかめちゃくちゃ丁寧にやるのが好きでなんかその時間で音楽流して本当にメイクだけに集中できる時間がすごい好きなんですけどやっぱりねどうしても朝なんか子供の。 送り迎えとかいろいろあったりする中でできるちょっとしたメイクの時はやっぱり肌にこだわるようにしててえっとまずベースと あと、ハイライター、あの、さっき。はい、先ほども出てまた。そう、あのハイライターがめちゃくちゃ好きで、やっぱりなんか肌感が綺麗だと、素肌感がすごい、素肌が綺麗に見えると、それだけですごいテンションも上がるし、それだけで外にお出かけできるので、それと、あとでもやっぱり欲張りなので、リップもしたいなっていうのがあるので、やっぱりあの、チルリップバンパーは絶対に、 使ってやっててやますね潤みハイライターとダブル、はい、あとパウダーもめちゃくちゃ良くて <laughs>、はい、なんかやっぱあのツヤ肌ってその部分でツヤはいいんですけど全部がツヤだとただテカってる風になっちゃうのでやっぱりそのパウダーもこのミュアイスさんのパウダーがめちゃくちゃ好きでそれはそれですそれです,れですをやっぱり T ゾーンはそこで押さえてでツヤのところはハイライト入れて。 でリップ欲張りですね最短でどれくらいでお化粧できますかいやでも今の感じだったら本当にベースあのプライマーだけしてそのハイライトとパウダーとリップだけだったら本当に10分ぐらいでできます<お>あもっといや5分ぐらいでいけるかもすごいですね1時間が5分に短縮できるいはいできました <laughs> いいですねなるほどツヤ感だツヤ感がキーワードとなってくるわけですね なんか幸せそうに見えるじゃないですかなんか時間がなさそうに見えないというかあすごい時短したんだなっていう感じに見えないのがやっぱりなんか潤いかなと思うので、はい、すごいはミュアイスは年齢にかかわらずいくつになってもメイクを気軽に楽しんでほしいという思いも込められているブランドなんですが川北さんご自身いくつになっても目指し続けたい理想の女性像を教えてください。 えでもそれこそ本当になんか年齢関係なくメイクもファッションもずっと楽しみつけ続けたいなっていうのはすごい思っててなんか全然なんか年齢なんて関係ないし自分がねテンション上がるものが一番大事かなと思うのでなんかそういう人が一番輝いて見えるなってすごく思うので私もなんか全然はい。 年齢関係なずなく、はい、楽しみたいなと思ってますどん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 304050度どんどんそういうふうに生きてたら、はいはい、なんかその時々になんか自分に似合うとか自分の生活に合うものは絶対あると思うんですけど全然妥協せずにいろんなものにチャレンジしたいなと思ってます。